こんにちは、すずめのお宿の動画作成担当、四十からです。今回のすずめのお宿は、福島県の伝説民話集をお送りいたします。そして、ご紹介するのは江戸時代中期以降に書かれたと推測される、作者不詳の物語、会津怪談録です。当時の会津藩政下で発生した奇妙奇怪な話を今に伝える貴重な物語なんだぜ。それでは、歴史が色濃く残る町会津若松市周辺を舞台とする奇妙奇怪な物語。皆様、ぜひご堪能ください。それでは今回も我々が語り部となり、会津怪談録の物語をご紹介していきたいと思うんだぜ。今回、皆様にご紹介するのは、伏見ヶ滝で大蛇を見るというお題の話になるよ。舞台は鶴ヶ城から東に一里ほど離れた場所、天寧寺湯本へ行く途中にある伏見ヶ滝だよ。天寧寺湯本は現在の会津若松市東山で、同市の奥座敷、東山温泉を指しているんだぜ。伏見ヶ滝がある湯川は布引山から流れていて、江戸時代には二平地村、中湯川村の両村を経て西北を、さらに湯本村を経由していたそうだよ。そして、伏見ヶ滝は、夏になると魚突きや網打ちをする人が多く来る場所として賑わったんだって。江戸時代の古い文献を見ると、当時の武士の趣味の一つにアサリ砂取りがあったと聞いたことがあるな。これは泊まりがけで川に出向き魚を取るというものだけど、伏見ヶ滝はまさに砂取りポイントだったんだろうな。私もそう思うよ。そして、今回のお話の中でも、ある侍が下人を連れて夕方から泊まりがけで網打ちをしに伏見ヶ滝へ出かけることから始まったんだ。若松城下から伏見ヶ滝に到着した二人は、枯れ枝や枯れ葉を集めて焚き火の準備をし川へ網を打ち続けた結果、大量の魚を捕獲できたんだぜ。そして焚き火をつけて夕食を取るうちにだんだんと夜も更けてきたんだけど、お腹が満たされ、かつ体も温まったからか二人とも眠気が差し、ついには眠ってしまったんだ。それにしてもテントも何にもない時代のことだからね。まさに河原で野営しながら眠っていたんだろうね。季節は夏のことなんだろうけど、さすがに明け方は寒いだろうし、そもそも河原は石だらけだから寝づらいだろうし、結構すごい話だよな。私的にはトイレをどうするかとか、夜中にクマが出ないかとかも気にかかるよ。現代人の我々では考えられないくらい、昔の人はワイルドだったということなんだぜ。おっと、話が脱線してしまったね。どのくらい寝てしまったか、ふと、侍が目を覚ますと、焚き火はすでに消え、月は山に隠れていたため、周囲は闇夜に包まれていたんだ。それはめちゃくちゃ怖いシチュエーションなんだぜ。真っ暗闇の中、なおかつ河原であれば石もたくさんあるだろうから、そんな状態では下手に身動きが取れないよね。だから、侍も慎重に周囲を手探りで探り、様子を見ることにしたんだ。するとどうだろう、なんだか手に触れるものがある。真っ暗闇でよく見えないが、どうもそれは滝壺から周囲の山の方へ伸びる、大人一抱えもあるほどの太さの物体で、その感触は松の木のようにサラサラしていたんだぜ。得体の知れないものに触れていた侍はそのうちにハッとなり、慌てて下難を起こしたんだ。そして、起きた下男が慌てながら火を起こし吹きに移している間に、なんとその得体の知れないものは動き出し、スルスルと山の方へ向かって移動したんだぜ。得体の知れないものが動き出す様子を見た二人は、網や荷物を急ぎじまい、方々の体で城下へと戻ったんだ。この時はこの得体の知れないものの正体が何かよくわからなかったんだが、屋敷に戻りよく考えてみると、どうもそれは見たことのない大蛇だったのだろう。ということでこの物語は終わりとなるぜ。今回の物語では大蛇の大きさはよくわからなかったけど、よく昔話で登場するような人を丸呑みにできる大蛇は昔の日本にいたのかな？それはさすがにわからないが、
海外では実際に人間を丸飲みしたなどニュースに出ることがあるからな。もしかするとかつての日本には存在していた？もしそうなら相当脅威だよね。もっともそんな痕跡が残されているわけではないし、少なくとも今の日本では安心して良いのではないかな。そう願いたいね。それではめでたし、めでたし、ということで。いや、あまりめでたくはないと思うぞ。まあまあ。皆様、次回も会津怪談録、楽しみにしてください。